はいどうも、最近動画の投稿回数がぐーんと減っているクレイジージョーカーことトモイッキーです。はい、というわけで自虐かよっていう話なんですけどね。いやごめんなさいね、ほんとね、最近すごい忙しくて、まあ言い訳にしかなんないんですけどね、まあですね、今後ね、バンバン頑張って動画をより多く投稿できるようにね、努力していきますので、皆さんよろしくお願いします。そして申し訳ありません。ということで今日はなんで動画を投稿したかと言いますとね、まあ、今回用事がありまして、岡山の倉敷駅の近くにある倉敷アリオっていうところがあるんですけど、その倉敷アリオの中にあるタワーレコードさんに、行ってまいりました。で、何の用事かと言いますと、皆さん AOP って知ってますか？ AOP 今ねすごい話題なんですけど、まあ知らない方のために一応言っときますと、 AOP っていうのがアニメ勝手に応援プロジェクトの略なんです。その略で、AOP っていうね、英語の A に応援の O で、プロジェクトの P、 英語で P、 それで AOP っていうね、これアイドルグループなんですけども、すごいみんなね、アニメが好きな子たちが集まって、そのアイドルグループですごいいろいろアニメのことを応援していたり、アニメのことに関わっていこう、アニメをどんどん推進していこうっていう、発信していこうっていう、アイドルグループなんですね。で、そのアイドルグループがなぜ今話題かというと、皆さんおそ松さんって知ってます？今すごいね、今期、いやすごい最近、なんか長い区間にわたって、もうそろそろ2期がね、その今話題になってますけど、おそ松さんってあるんですけど、まあ赤塚不二夫さん原作のおそ松くんっていうのがあるんですけど、そのおそ松くんの中に出てきたメンバーが大人になって帰ってきたよっていうのが、そのね、おそ松さんっていうものなんですけど、そのアニメがすごい今話題で、その話題のアニメの主題歌、オープニング主題歌を歌っているのが、その AOP の皆さんなわけです。で、その AOP の皆さんがですね、なんと、今日1月29日にですね、アリオ倉敷の中のタワレコの主催なのか分かんないけど、そのイベントで来ていただきまして、多分アリオ倉敷の主催ではないと思うけどその AOP の CD のリリースイベントで、ね、来ていただきました。で、まあ、そのこの AOP っていうのがこちらです。ドン、はい、AOP、 この、6人が AOP なんですけどもね、いろいろみんなそれぞれ色分けもされてて、ここにも書いてますけど、アニメ勝手に応援プロジェクトっていうねものなんですけども、今回ですね、桜名里奈さんがですね、学業のため、この黄色の桜名里奈さんが学業のためにちょっとお休みしてて、残りの5人のメンバーで来ていただきました。で、本来はですね、結構普通にライブをしたりして、野外でイベントをするつもりだったみたいなんですけど、残念ながらですね、今日は外が、あいにく、これ、外じゃねえよ、これ。外の方がね、あいにく、雨でして、ちょっと、まあ、ライブは中止になったんですけども、アリオ倉敷のタワレコの中で、トークイベントを行っておりました。結構ね、人も多かったんですよ。はい。で、そのトークイベントで、まあ、いろいろね、その、いろんなアニメのことについて喋ったり、その、新曲のリリースのね、まあ、イベントですからね、新曲の全力バタン球のことについていろいろ喋ったりっていうのを、やっていただきました。はい。で、まあ、なんで僕がこの AOP のイベントに行ったかというと、別に、まあ、おそ松さんもそれなりに見てます。やっぱ話題ですから。はい。そして、まあ、AOP っていうのも、まあ、豆から知ってましたね。でも僕目当てはこのピンクのともえけいちゃん、この子がすっごい好きなの俺この子すっごい好きで、このもうケイちゃん目当てで行きました。でね、イベントっていうからにはやっぱりいろいろ CD を、まあ、今回発売はまだされてないんで、予約した方にその特典がつくんですけども、その特典っていうのが枚数によって変わるんですけど、まあ、握手、写真、サインっていうのが、できるものでございます。はい。で、まあ、僕はですね、その一応3枚購入しまして、写真と握手とサインが個別で、もらえるよっていうのがあったんですけど、それに、いたしました。枚数に応じて全員とできたり、
あと握手だけとか写真だけとかそういうのもあるんですけども、まあ、僕は一応サイン、写真、握手全部一応ね、ともえちゃんとしたいなと思ってたんで、あのやりました。はい。まあですね、なんで僕が知ってたかというと、あのもともと R の法則、別にこれ古参自慢をするわけじゃなくて古参自慢をするわけじゃなくて、あの R の法則っていうのに出てたんですよ、ともえけいちゃんが。で、なんだこのクソ可愛い子はと思って、な、何誰と思ってパーってネットで調べたら、ともえけいって言って出てきて、そうなんだと思ってみたら、そのアニメ応援プロジェクトっていうのやってますみたいな、すげえアイドルだと思ってバーって調べていくうちにすごい好きになったっていうね。まあ、ケイちゃんはすごい姫様とかね、姫とかよく言われるぐらいの結構お嬢様で、こっちの後ろの方にも書いてるんですけど、あの本当にクラシックバレエができたりね、あと何だったっけ、趣味がお菓子作りお絵描きっていうね。で、特技がクラシックバレエと乗馬、本当にお嬢様なんですよこの子ね。でもね、本当にもうこのとりあえず他のメンバーさんにはちょっと悪いよ。ちょっと悪いけど、でも、俺はもうとりあえずケイちゃんが見たくて、これはやるしかないと思って、ちょっとね、イベント、まあ AKB のその大、写メ会も控えてるんですけど、ちょっとね、行っちゃいました。はい。でですね、まああの、まあ CD が届いたっていうか店頭に取りに行かなきゃなんないんですけど、まあその、店頭に取りに行ったでまた紹介いたします。はい。いたしますけども、今回はですね、そのイベントで撮りましたあの写真ね、一回 BGM 止めます。はい。これね、なんで銀魂の BGM、 まあ毎回結構流してるんですけど、結構ね、これなんでかっていうと、今回は特に意味があるんですよ。まあいつも意味がないんですけどね、全然ね。けどあの今回そのおそ松さんっていうのがあの銀魂のあの監督さんがやってるっていうので、結構ね、あのまあ深夜帯にしかできないようなあの銀魂チックなあのことも多いのが今回のおそ松さんですね。いろいろ P がかかるようなこととか、衝撃的なこととかあるんですけど、まあですね、今回僕が撮らせていただいたのが、こちらです。ドン！可愛くない？ケイちゃん可愛くない？これ。ちょっとね、怒ってる風な、ポーズは指定できるんですよ。ポーズは指定できるんですけど、その、怒ってる風にしてくださいって言ったら、やってもらいました。ぜひね。こう、もうみたいな。もうみたいな。もうわーみたいな。もうテンション上がるよ、これ。かわいいよね、とりあえずね。ケイちゃん、かわいい。ほんとかわいい。やっぱね、もう、なんだろう、漂うオーラ、匂い、全部お嬢様。全部お嬢様だと、ほんとに。まあですね、ほんとに、なんだろう、こう、最初は、その結構列に並んだりして、トークイベントが終わった後に、この特典会が開かれるんですけども、その特典会、はですね、最初に全員のその1枚だけ特典券を持ってる人はハイタッチができる、全員とハイタッチができるっていうのがあって、そして、特典券を4枚持ってる人は全員と握手、写真、サインがしてもらえるっていうのがあって、それを全員分を先にやって、その後に、個別で握手、サインと、あと何、写真が撮れるよって人と、握手とサインだけっていう人がいたんですが、その順で僕はその次の握手、写真、握手、写真、サインを個別でやってもらえる方に、行きました。はい。で、まあ行ったら、まあ、すごいケイちゃんがいて、トコトコって言って、はじめましてーっつって、すごいずっと前からケイちゃんは好きだったんですけど、その AOP も存在もしてたんですけど、のくせ俺は一回もライブにも行ったことがないっていうすごいにわかファン状態だったんです。ケイちゃん結構テレビでアニムスっていうのが、これぜひ見てくださいね、岡山だと1時5分から、他の県はどうかわかんないですけど、岡山だと1時5分、まあ調べてください、アニムスってひらがなで書いてありますんで、そのアニムスがですね、まあやってるんですけど、ずっと見てたりしてまあいたんですけど、ずっとケイちゃんには直では会ったことなくて、なんでまあ一応こうターって言って、はじめましてっつって、でいろいろ考えたんですよ。なんかケイちゃんが1月の5日が誕生日で、誕生日おめでとうとかいろいろ言おうと思ったんですよ。けど目が合った瞬間にパーって忘れちゃって、あっやっべえと、詰まったーと思って、内心これ俺ほんと悪い癖だよ俺AKB の握手会とかでも
あるけど、可愛い子と目が合うと詰まっちゃうんだよね。詰まっちゃうっていうか脳内が真っ白になって、あ、やっべ、ほら、あれだよ、あれ。あの、何言おうと思ったか、あれだ、あれだ、みたいな、すげえ状態になるんですけど、まあ、とりあえず、あの、なんとか、そうだと、ポーズの指定しなきゃと思って、あの、じゃあ怒ってる風なポーズでお願いしますって言ったんですよ。で、そしたらさっきの写真みたいに、もうこうやってやっていただいて、あ、可愛いと思って。で、その次にそのサインと握手をしていただくんですけど、サインをしてるときにちょうど机の上で椅子じゃなかったんですよ、直座りみたいな感じでケイちゃんが座っててサインをしてもらったんですけど、あの一応初めましてみたいな、あ、初めましてみたいな、もう声がほんと可愛かったの、顔ももちろんだけど、でまあそのケイちゃんにこれは正直に言おうと思って、もうあの僕初めて来たんですけど、あのいろいろ決めてたんですよ、言うことをって、いろいろあれ言おうこれ言おうとか、でも本当にケイちゃんの目見たら頭真っ白になっちゃってみたいに言ったんですよ。そしたら、みたいな、うっさーみたいな、本当みたいな、ありがとうみたいな、なんかそんなこと言われたことないみたいな、いや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 みたいな、もう全然可愛いですよみたいな。でそしたらなんかケイちゃんがはって気づいたような顔して、それってあれですか、なんか何テレビの方が映り悪いってことですか、いや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 みたいな、いや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 そんなことじゃなくてみたいな、ちょっともうテレビでも可愛いんですけどみたいな、すごいよりよりより可愛いですよみたいな、もう透明感がみたいな、すごい必死のフォローを入れるっていうような結構楽しい空間で、本当にケイちゃんの方からわーって喋ってくれて、本当にそこは嬉しかったですね。まあいろいろ会話も進んで、そのサインも書いてくれて、ちゃんと名前も入れてくるんですよ。でこのそのサインがこちらです、ドン。ちゃんとね、ほらともゆっきーさんっていうのも3は書いてないか入れてくれて、ハートね、でありがとうございましたハート。で、これ、ケイちゃんのサインが入るんですけど、これ、洒落たことすんなって思ったのが、ほら、2月のドットのとこまずハートじゃん。んで、この2月の、あ、違う、2月、もう俺やばいわ。ケイちゃんのもう余韻がすごいから、今。このね、2016の0のとこハートにしてんじゃん、まず。ね。んで、ドットが入って、んで、1月10、29のこのハート。9のとこのハート。これ可愛くない？やばくない？これ。やっぱね、すっごい本当に、もう可愛かったです。何せいい匂いがしたよね。もう、ほんとすごい。なんだこれも、俺、溶けちゃうんじゃねえかなって思うくらいに、いい匂いがしました。で、ちゃんとね、ともゆっきーって書いていただいて。で、まあ、また来るんで覚えててくださいって言ったら、うん、絶対覚えてるねって、ユキって覚えてて、バイバイって言って、もうベタボレ状態でしたね。ほんと可愛かったもんね。もう、また絶対行きますって、ライブも絶対行きますって言って、本当に行こうと思ったからね、本心で。だから、大好きです。やばいね、ほんと。あれはね、惚れるわ、やっぱ。みんな声が可愛いっていうのもあるんだけど、見た目も可愛い。声可愛い。で、対応がいい。何があんだ、欠点って。っていう話なんだよね。だから本当にね、みんなやっぱ、トークライブの時も結構面白いのよ。で、好きな自分のアニメのことっていうのを話してるから、余計に面白い感じになって、トークライブも結構充実してましたし、やっぱり、すごいいろいろ、ね、ちゃんと、初めて来ましたっていうので、すごい楽しんでもらおうみたいな雰囲気も、すごい、なんか、何？そのやっていただいて、すごいなんか、ケイちゃんには本当にありがたいなと思いました。で、まあ本当に、ね、AOP のそのライブも終わって、で、いろいろね、やっぱこう楽しいなって。もうね、今これ帰ってきて、ちょっとしたぐらいで撮ったんで、かなり、心が浮ついております。気持ちがもうここら辺にパパパパパパーって浮いてる状態なんで、この変なテンションは気にしないでください。はい。まあですね、このテンションを1週間ぐらい続けますんで、はい。最低でも1週間以上。そして2月の7日にはですね、また幕張の方に、写真会に、AKB の方行きますんで、完全にもう上着きっぱなしで、行きますんで、ぜひともね、よかったらまた動画とか上げると思うんで、その時にはよろしくお願いいたします。はい。まあですね、今回は、その AOP の、ね、新曲、こちらですね。よいしょ。この全力バタンキュー。ね、2月の10日発売でございます。ぜひともね、皆さん、買ってあげてください。ね、いろいろね、本当に今回、おそ松さんのオープニングに使われてる結構ユニークな、和風調なんですけど、やっぱりこの全力って書いてるだけあって、やっぱりすごい全力のパフォーマンスで、ね、結構ノリもいい、結構覚えたら頭にこびりつくぐらいの
本当にいい曲なんで、まあ、ぜひとも買ってあげてください。で、あのこれが2期の方のやつかな。そう、1期の方のオープニングもあのこの AOP のみんながやってるんですけども、すごいそっちの方も僕もすごい好きな曲です。はい、なんでね、ぜひぜひ、買ってあげてください。というわけでね、この AOP 今後すごいより多分注目されるであろう、まあ今でも注目されてるんですけど、より飛躍するであろう僕のおすすめアイドルです。 AOP アニメ勝手に応援プロジェクトね、ぜひともチェックしてください。その中でもですね、ぜひともともえけいちゃん、ともえけいちゃんもよろしくお願いしますなんだよ、デレデレじゃねえかよね。でも本当にね、あの皆さんキャラ濃いですかなりキャラ濃い。ぜひともね、一回アニムスっていうのを見ていただいたら分かるんですけど、すごいキャラが濃い皆さんで、見てて飽きないと思うんで、はい。で、まあ、より、こう、自分がアニメが好きだったりしたら、一緒にアニメの話をして、すごい盛り上がれる、結構濃い話も、できると思うんで、ぜひともね、アニメ好きの方は、なおさら、アイドル好きの方は、ね、もちろん、ね、そうでない方も、ね、アニメも、アイドルもあんま好きじゃないって方も、ぜひとも、チェックしていただきたい、アイドル、ね、AOP、アニメ勝手に応援プロジェクトのイベントに行ったよという、今回は紹介でございました。これは、過報にします。はい、というわけで、お相手はクレイジージョーカーのともゆきでした。チャンネル登録、高評価、コメントよかったらお願いいたします。まあ、AOP 知ってるよとか、そういう感想でもぜひぜひ、構いませんとか、 AOP の中では誰推しだよとかね、私も僕もケイちゃん推しだよとか、ケイちゃん可愛いよねみたいなね、とかもうでもいいです。全然いろんな、気軽にコメント、いただけたら、ありがたいです。それでは、お別れの時間となりました。お相手はクレイジージョーカーことともゆきでした。アディオース。